こんにちは、シェフクリエイターのつまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピテレビ。今回は大阪市にあります地方独立行政法人天童寺動物園に取材に来させていただいております。動物園の新しい楽しみ方の一つは、飼育員さんが動物さんのためにどんな選択肢をどんな風に用意しているか知ってシェアピることですので、今回は野間馬さんのハズバンダリートレーニングを見せていただきたいと思います。ハズバンダリートレーニングっていうのは、動物さんの健康管理とか円環に暮らしてもらうためのサポートをするためのトレーニングで、人間の健康診断と一緒で体温を測ったり採血したりいろいろなことをするんですけれども、いいのは動物さんを押さえつけたり縛りつけたりしないで、動物さんがいつでも嫌だったらされるようにした自由な状態でやってるってことですね。つまり参加するかどうかの選択権を動物さんが持っている中で、そういう健康管理のあれこれをするように飼育員さんがすごい地道に一つずつ形作ってやっていくトレーニングです。でそれをやることで動物さんと飼育員さんの関係もすごいいい感じになるそうなんで、すごくね大変な取り組みではあるんですけれども、おすすめしているところでございます。採血の練習ということで、今度はね飼育員さんの野間さんと獣医さんとで、まあもう採血サクサクできるそうなんでね、あれですよ、サクサクできるようになっても練習はするってこと？定期的に練習はしておいて、本番直前はちょっと本番に近い、なるべく。なるほど、なるほど。あっち向いてっていう指示で、あっちに一回行って、そこからこっちを向くことで、体の左側をね見せてもらいます。あすごいな。お願いします。バケツが腰にかかるように改造されている。素晴らしい。ツン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 という言葉に慣れてもらうから地道に作り上げて、ようやくここまで来ます。福ちゃんはもちろんつながれたりしてないんで、嫌だったらされます。もうまた毛の生えてる層から血管を探して取るのも、獣医さんもすごいスキルですよ。はい、練習終わり。で最後、獣医さんが嫌な人じゃないよって思ってもらうためにもね、はい、ありがとうと。じゃあな、まだ錆びてそう。ね、これはリンゴをみじん切りしたものに襖をかけてます。こうリンゴに襖をかける理由は何かあるんですか？一応この採血の時は分かりやすいように、このパラパラでちょっとずつ一気に口に、さっきみたいな大きい粒であげちゃうと、もぐもぐして頭を一回あげちゃうので、採血の位置がずれちゃったりするので、この洗面器にパラ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 ってして、ちょっとずつ食べながらできる。そうすると頭が動かないと。考えましたな、そうか、理由があるんだね。いいですか、わかりました。